待ちかねました。皆さんお揃いですか？それでは旅立ちの洗礼を始めましょう。さっさと済ませて早く旅に出たいね、デイビー。静かにしとかないと舌を切り落とすよ、勇者様。相変わらず説明するまでもないでしょうが、これはあなたたちが神から加護を受けるための儀式です。冒険者の試練を終えられたあなた方はしばしあと旅立ちの儀式を終え町を出ます。その前にこの加護を受ける必要があるのです。冒険者を辞め町に安住するその時まであなたたちはその加護を受け続けるのですよ。退屈な話だね。静かに。神の加護を受けた冒険者は死ぬことはありません。そして生きる気力をなくさぬ限りあなたたちは永久に旅路をゆけるのです。し、いや聞いてくれよ、これこちゃん、昨日見た夢を思い出したら面白くてさ。話を聞いていましたか？あ、僕かい？もちろんだと思う。いいでしょう。では旅立ちの洗礼を始めます。皆さん祈りなさい。神よ、この世を作りすべ見る全能の神よ、他の生きる希望に満ち、だがしかしか弱く浅はかの若き者たちに旅の加護を与えよ。高くそびえ凍える山も、最悪を帯びた敵も恐れる必要のない強き力をここへ。これをお受け取りください。この石は？それはスキルと呼ばれる神から授かった知恵のかけら。あなたたちの旅を必ずや助けることでしょう。今はただの石ころですが、経験を積めば中に閉じ込められた記憶が解放され、あなたの脳裏に焼き付きます。なるほど、すぐに全部解放してやろうじゃないね、子猫ちゃん。はーい、ちょっと落ち着いてね、勇者様。ごめんなさい、この子ちょっと常識のない痛い子で。まずは弱い魔物を倒して経験を積むのです。さあお行きなさい。はい、行くよ勇者様。とりあえず町から出ましょう。ちょっと待て、カレン。やだな勇者様、子猫ちゃんって呼んでよ。神に祈りを捧げに来たのですね。いい心がけです。必ずや神はあなたをお見守りになります。命尽きた時、あなたたちの魂は最後に祈りを捧げた教会に誘われます。新しい地に着いたなら必ず教会を訪れると良いでしょう。新人深き冒険者に神の加護と祝福を。